プロスピエースということで、今日もプロスピエース成長日記の、お時間がやってましたけど、ちょっとずつは上手くなってると思うんですよ。多分リードの方が圧倒的に上手くて、打撃が圧倒的にヘボいっていう。だからたまになんか猛打爆発みたいな、なんかびっくりするようなことが起きますけど、基本は0点に抑えて死に物狂いで1点を取りに行くっていう、まさに2000何年だったか忘れちゃったんですけど、落合監督が中日の監督時代の時にチーム打率最下位で優勝したっていう、守って1点の虎の子の1点を守り切って勝つっていう野球をプロスピ内でやってますけど、まあ、本当はね、一昨年前の西武ライオンズみたいに10点取られても11点取るっていう野球をしたいんですけど、ちょっと僕の腕じゃちょっとその野球理想に届かないんで、中日ドラゴンズ落合流野球を実証しながら今日も戦っていきたいと思います。さあ今日も試合してその後にガチャ引きます。さあ、おっと、中日ドラゴンズの話してたら今日相手が中日だったわ名古屋ドーム、ピッチャーロメロ、さあ先頭出ようよ。ストレートがめっちゃ速い、はあ、反応できない、差し込まれてるし、はい、待ち作戦、カーソル合わせられへんな、ほんま速いな、まっすぐロメロ、スライダー、はあ、ボール球、カーソル合わせたところに来て振ったと思ったらツーシーム、ボール球振らされた、打てるのかこんな速い球、いや俺は落合流野球や、最初失点に抑えて1対0で勝つ野球や、立ち上がり、おい、まあ、2番からいきなり松井秀喜さんやないか、どんな打順やねん、際どいとこ行こう、よし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 、 OKOKOK、 緩急つけた、そう、いいね、いいね、ストレート系張ってんのかな、曲げちゃおうかな、スライダー、ビッ、おー、ぐらい、オッケー、詰まらした、いいよ、ビシエド、ストライクからボールになるスライダーや、ほらいいよ、オッケー、ナイス、よし、0点、ヒットは打たれても抑える、さあ、マッチ行こうよ、ボール、速いな、ストレート、ふわぁ、ピッチャーゴロ、タティスが、ふわぁ、ツースピッチャー。どんぞ、今お前バット折れたろ、オッケー、ツーベース、今ツーシームうまく捉えた、いいよ、大丈夫、オッケー、ここが話題だよな、近藤君に、まあ、チャンスやからな、ちょっとビーの空きやん、ごめん、ちょっとここが題だよ、勝負どころや、この一発にかけたい、これでいい、近藤行け、どうや、よし、ああ、セカンドゴロ、ゴロでもない、ふらかー、キアンに代打出したのに、ホークス得点に動きはありません、0対0で最終回を迎えています、初球打ち、オッケー、ナイス、強すぎる、バッターボックス高橋、
緩急の攻めや、こっちには剛速球ないけど。最初は変化球できました、ボールになります。うわうわ、ちょうだ。うわ、簡単に打ち寄るな、ほんま。そうそうそう、アウトコースもしっかり見せて、よしよし、コースオンリーにならないように。さあ、ボール球振れ。オッケー、いいよ、ナイス。岩本浩二さんだ。おっ、ちょっとストレート系待ってんのかな。これで変化球で OK、 よし、踏ん張った。ナイスディフェンシブ、ディフェンシブ。よし、おかわり君いけ。この状況って言ったらね、バントやろ。なん打てへんからもう進塁させろ。ふぅ、空振り、無理や。バントやめる、やっぱり打つ。反応できに158キロやないか。もうハブファール、なんとかファール、なんとかファール。コロ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 、オーケー、回る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 。おー、いってー。奇跡的にタイミング遅れてたけど、ツーシームにドンピシャであった。こういうのある、野球でもある。よし、ここノーアウト2、3塁だと。まだもう1点取ろう、もう1点。ストレートが反応できん。亀井頼むよ、もう1点取ろう。さあ、どころ、くっそ、1点止まりなのか。ここはしっかりダメ押ししておきたいところですよね。ある。さあ、まだなんか電波あるんか、これカクカクしてんぞ。そうですね、外の低め見極めます。動きが鈍い。ほら、反応できず、電波悪い。っていうか、もうカクカクしててもいいから、もう繋がってくれ電波。ここで切れたら逆やで。まあや、代打か。西武55来たで。これ秋山やな。秋山は俺にしか使わこなさらへんで、しかもこれ S やないか。ピッチャー交代や。 DeNA リレーや、山崎康明がここに来て。全然フライ。うわー、ボール、ノースリー。 OKOK、 甘めでいくしかない。ちょっとずつ曲げよう。お、4、6、3。おっと、それで、おー、ナイスナイスタッチタッチ、ナイスタッチ。おっと、それで、おー、ナイスナイスタッチタッチ、ナイスタッチ。よし、ゲッツー、あと1人。さあ、スライダーをストライクからボールへ。ふいっ、詰まって、おっと、オッケー、アウト。勝ちました。やっぱり落合流野球やな。この1点の虎の子の1点を取って勝つっていうね。もう俺の勝ち方はこれしかないな。もうなんとかリードで踏ん張っていくっていう。ロメロ早い、全然対応できんかったけど、まっすぐ狙ってたまたまタイミング合っちゃうツーシーム。これね、よく試合でもあるんですよ。リードで一番間違っちゃいけないのは、ストレート振り遅れてんのにカウントだけで考えて変化球投げちゃうやつっていうね。これ野球の試合でもよくあるんですよ。で、そうするとまっすぐタイミングが振り遅れてて合ってないのに、変化球投げたがために奇跡的に合っちゃって打たれるっていうね、このパターンですよ。こういうのパターンになってくると、もし野球の実戦だとバッターの反応見えてねえなーなるんですよね。で、逆にね、あのインコースをレフトにファール、ね、右バッターがレフトにファールばっかり打ってんのに続けていって、じゃあそれは打ちますよっていうね。やっぱ引っ張ってきて打つっていうことはポイント、ま、前になってるから、そこは変化球とか緩い球投げて空振りを誘うっていうのがね、鉄則なんで、なんとか相手の反応を見ながら狙い球を回避しながらやっていこうかなと思います。さあ、ということで、あのガチャ引くって言ったんですけど、ガチャじゃないですね、カード、あの契約書ですね。
S ランク契約書 TS 第2弾確率 33% だタイムスリップですね。当てたいですね。 33% ですからね。大豆めっちゃ高いから頼むよ。まあ、S は当たるんですよね。誰かレジェンド当たってほしい。原さんとか。原さん欲しいな。さあ誰や、買い出す。